はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットしてございます。2時を回りまして2時20分ですね。暑い、千代田区34度、この部屋今冷房を切って28度ですね。これからまた暑くなる。で、日経平均は動きなしですね。ドル円もですね、そんなにこう動いてる感じはしませんね。142に来ましたね。ちょっと円安です。ドルウォン、もですね、ウォン安に来ましたね。1305と来ましたね。はい、朝頑張ったんですけど、一瞬だけですかね。これはもう玉が尽きたんちゃうんか君らという感じがしますけど、さて、その多少ウォンの国も絡んだ話でございまして、この3日4日前に話題になってました。自民党のですね、女性局かなんかがですね、フランスのパリに遊びに行ってですね、やんやんにはしゃいで、その写真をですね、インスタグラムかなんかに上げてですね、非難ごうごう浴びて袋だらけにあったというアホみたいな話ですけど、それのですね、局長がですね、松川さんということですか。これは東洋経済8月4日の記事でございまして、自民女性局長パリ視察がこうも炎上した理由、松川氏らに厳重注意、自民の女性支援策にも冷や水と。自民党の松川るい女性局長、参院大阪選挙区52らによるフランスパリ視察が観光旅行と猛批判を浴びている。観光旅行でしょあのね、こう日本人にはイメージしにくいかもわかりませんが、こんなね、7月末からね、8月ぐらいのこの今の季節にね、パリって人いませんよ。というか、みんなね、バカンス行ってるんですよ。だから、パリごともぬけの殻なんですよ。で、店も半分ぐらい閉まってますしね、メインのところは。こんな時にパリ行くって、しかも暑い時にパリ行って、はしゃいでるのは東洋人ぐらいですよ。こんな時にはパリに行ってもね、何の意味もないわけであって、それは観光旅行でしょ。観光旅行はいいや別にと思うんですけど。松川氏らが視察中にエッフェル塔前で、塔を模したポーズを撮っているショットなどを投稿、一部削除したことが瞬く間にネット上で拡散、非難が殺到したからだ。慌てた自民党執行部は松川氏らに厳重注意し、同氏も軽率だったと謝罪。与党最高幹部の山口那津男公明党代表が苦言を呈する一方、立憲民主党の岡田克也幹事長も国民から見て疑問を持たれても仕方がないと批判するなど、炎症の永田町で大炎上が続いていると。もうでも終わったんちゃうの。松川氏はキャリア外交官から政界者エリート議員で、自民党の女性登用方針を踏まえ、秋口に予想される内閣改造での入閣候補のとの見方もあった。それだけに党内では女性重視の動きが冷や水を浴びせる愚挙かっこ長老との声が噴出、岸田文雄首相ら党最高幹部も苛立ちを隠せないと。まあまあ、こう言いか続きます。7月24から28ですね。まあまあ、もういないですよ、フランス人たちは。みんなどっか行って、へーって、ね、遊んでますよ。僕もね、何年前ですか、40年ぐらい前にパリ行った時がこの季節でしたね、確かね。誰もいませんでしたよ。別に、暑いなーとか言いながら、エッフェル塔も見たような気しますけど、忘れましたね。モンマルトの丘も行ったような気しますけど、忘れましたね。みんな遊びに行ってるや何もでもないでしょ。だから、おとなしくしてればいいのに、SNS にそんな写真あげる境悪いじゃん、ほんまに。で、この、なんか無名、私的には無名だった人なんですね、小松川るいさんっていう人が。それがにわかに脚光を浴びて有名人になってしまいましたね。次期入閣候補だったんですか。なんか意欲的な方らしくて、結構ね、お顔もよろしいんでですね、これからまあ自民党の女性の顔になるのかなという感じはするんですけど、ちょっとしばらくお休みという感じですね。まあ 4,5 年お休みという感じ。まあどうせ参議院議員なんでね、もういや、これから私は衆議院に行って首相を狙うんやというには52歳ちょっと遅いかもしれませんね。
まあでもさよならって感じですね。次期当選できるかな。大阪って結構厳しいですからね、こういう感じの時に。で、しかも自民党弱いでしょ。自民党どうでしょう、大阪参議院選挙区って、2人も当選できないんじゃないですかね。1人だけかもしれませんね。落ちるかもしれませんね。だから次回はまあいいんですけど、この方はあの外交官でして、まだ 外交官試験があった頃にですね、それに受かって外務省に入られて、キャリア外交官で、なんか韓国語が堪能なようなんですけども、韓国に関するご発言はですね、かなりピントがずれていて、いや、こんなキャリアの外交官がね、の出身の方がね、要は専門家に近いわけでしょ。僕らなんかよりも ずっとそのよくご存じのはずがですね、徴用工問題はですね、日本が譲歩しなあかんとかいう発言をなさってたりするんですよ。もうそういうアホなことを言うてるのがやっぱり今回も響いたんちゃうかなと僕なんか思いますけどね。こういうのでね、学歴が高くてもね、ピントはずれることあるんですよ。だってね、共産党のね、偉い人ってみんな東大なんですよ。市局長もあれ東大なんですよ。ほとんど東大なんですけど、だいたい共産主義がまだいけるでやとか言うてること自体がなんというかあんたらちゃんとものを考えてんのっていうふうに僕なんか思うわけですよね。いや、だからそういうね、こうお勉強がよくできるかどうかとですね、世の中をちゃんと見れるかどうかってやっぱり違うところがあるんですよね。それはお勉強はよくできたに越したことないですよ。越したことないですけど、それはやっぱりお勉強なんやなと。いわゆるまあ高い偏差値を叩き出せるというのは能力と、世の中を平面に見て判断するかどうか、判断できるかどうかってちょっとやっぱりずれるんでしょうね。平面に見えるためにはですね、偏差値を高いに越したことはないです。それは絶対できます。偏差値というのはね、いろんな情報をわっと入れて、それをちゃんと解釈できる、理解できるというのも入ってるわけですね。そういう面においてはですね、偏差値高い方が判断力、正しい判断をするためにはですね、ある程度役立つ能力なんですね。でもこうやってですね、大間違いをしてる人もね、いるわけですよ。東大に入って外国語試験を受かったら相当の学力、偏差値能力ですよね。でも間違ってるんですよ。間違ったおばはんがですね、たまさかパリに行ってですね、間違ったことをやらかしてですね、それで今回味噌つけてですね、多分この人のキャリアはこれで、4、5年は交代しましたね。致命的とは思いませんけども、4、5年交代しましたから、52歳で4、5年交代したということは、次に入閣のチャンスが巡ってくるのは56、7の時でしょう。で、その時にまた参議院議員でいられればいいですけどね。まあそれは分かりませんけど、まあね、おバカな発言をしていなければね、もう少し傷が浅かったかもしれませんけども、やっぱりね、顔がいいとね、テレビとか呼ばれやすいでしょ。そうするとね、勘違いするんですよ、多くの人は。私は賢いんや、あれ脚光を浴びてる人間なんやと思って、そうすると往々にして間違えるんですよ。で偏差値が高いとね、偏差値が高いイコール人よりも優れてると思い込んでしまう人多いんですよ。ちゃうね、実はちゃうね。確かに偏差値能力って偉大ですけども、でもね、平面に世の中を見ているか、正しい判断をできるか、正しいというか、まあ、なんていうか、まっとうな判断をできるかですね、この変な偏った判断に、偏った価値観にいかないかとか、そういうのとはですね、すべてオールマイティが偏差値ではないということなんですね。で、この方、多分勘違いなさって、私からこう見てんやから、私がこう思うんやから、これは正しいんやと思ってるんでしょうね。で、今回間違えてしまったわけです。だってちょっと考えたら分かるやん、そんなエッフェル塔行ってエッフェル塔の真似して写真撮って、それを SNS に上げたらですね、見た人はどう思うかっていう、ものすごい単純なことでしょ。それも党のお金使って言ってるわけでしょ。その党のお金ってね、国から出てる部分もあるわけですよ。だからこの野党が言うてる通り、アホやんその時点でね、冷静な判断ができていないわけだって、まあだから偏差値が高いから、そう言ってその全てに優れているとは全然違うということの典型的な例ですね。
まあ、まあ、4、5年はですね、ちょっと謹慎ということでしょうね、実質的に。一応この東洋経済のアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。